皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は輪島温泉八潮をご紹介したいと思います。金沢から輪島までのアクセスはバスで行くルート、それから JR とバスを乗り継ぐルート、マイカーのルートというのがあるんですが、今回僕はマイカーで輪島まで向かうことにいたしました。特に先を急ぐ必要もなかったので、里山街道を途中で降りまして、渚ドライブウェイを走行することにいたしました。この渚ドライブウェイなんですが、世界で唯一自動車で走行可能な海岸となっております。ただし天候による通行止めがありますので注意が必要です。はい、ということで、渚ドライブウェイでございますが、海開きに向けて、整備が整っておりました。まあ本当にね、走行するとね気持ちいいですね。はい、これからのシーズンはうってつけだと思います。で、寄り道はそこまでとして到着いたしました輪島市内でございます。輪島温泉八潮へはこのルートが最短ルートなんですけども、今回は少し遠回りをいたしまして鴨ヶ浦を経由することにいたしました。車を走らせておりますと右手が開けてきます。開けてきたところが日本海鴨ヶ浦でございます。鴨ヶ浦の駐車場に車を止めまして、こちら潮見橋というんですが、ここを渡っていくんですね。で、このゴツゴツとしたこの岩、いかにも輪島というね雰囲気でございます。で、こちらがですね塩水プールでございます。海水を利用したプールになっておりまして、誰でも気軽に泳ぐことができるようになっております。ただし更衣室がないので注意が必要です。潮風と景色を十分に堪能したところで鴨ヶ浦を後にいたしました。次に向かいますのは本日のお宿でございます輪島温泉八潮でございます。この岩をくり抜いてできたトンネルを抜けていきますと、正面にはですね袖ヶ浜の海岸が広がってまいります。そして道なりに車を進めていきますと、正面小高い丘の上にそびえ立つのが輪島温泉八潮でございます。僕はですねここからの景色がねすごく好きなんですよね。はい、下にはですね、ビーチが広がっております。ということで輪島温泉八潮へ到着でございます。いや本当にねこの駐車場からの眺めもねなかなかの絶景でございます。そしてこのビーチから吹き上げるこの浜風ですね、これがとても心地よくてですね、テンションがもうだだ上がりでございます。そして丸太でできた階段を上がっていきますと、そこには松の木が一本生えております。でここからの眺めもまた最高ですね。いい撮影ポイントじゃないかなと思います。チェックインの前に、浜辺に降りてまいりました。こちらがですね袖ヶ浜キャンプ場で、海開きと同時に、こちらのキャンプ場もオープンされるとのことです。そして向かって右側、はい、こちらがですね袖ヶ浜の海水浴場となっております。シーズンに入りますとね多くの海水浴客でにぎわうこの浜辺、八潮から徒歩1分の距離にあるというのがね非常に魅力的ですね。そして八潮の正面にはですね、こちらホースが用意してございます。ビーチでついた砂をここで洗うことができるようになっておりました。ということで、いよいよチェックイン中に入ってみたいと思います。自動ドアを入りますと向かって右側がフロント受付になっております。またこのね八潮という提灯がひときわ目を引きます。フロントでチェックインの手続きを済ませた後は奥にあります喫茶水場所へと通されました。ここではですね、冷たいお茶とお茶菓子をいただいてですねしばし休憩を取ることになりました。で後で知ったんですけども、ここの喫茶店、これはかつてテレビドラマのロケ地として使われたこともあるそうでして、大きな窓からは遠くに輪島港を見ることができる、そういったロケーションでございました。お茶をいただき少し進んだところで中井さんに案内されましたのが今回宿泊するオーシャンスイート北斗というお部屋でございます。もう入っていくなりですねもう非常に
おしゃれな置物、インテリアがですね、ずらりと並んでおりました。もうこれだけでね、感動ものですね。中に入っていきますと、右手にはシンクと水道、それからですね、コップと輪島塗りのコーヒーカップ、それからコーヒーメーカー、これはね、ドルチェグストですね。そして、湯沸かし用のケトルがございました。でその下には冷蔵庫でございます。でこの隣には、はい、自動で開くお利口なおトイレでございます。このオブジェの向こう側が浴室になってございます。で向かって右側に入っていきますと、脱衣所兼洗面所、アメニティには三木本コスメティックスのボディーソープ、シャンプー、リンスが備え付けてありました。さすがは最高峰のお部屋、格の違いを感じますね。そして浴室でございます。こちらはですね、循環式のお風呂になっておりますので、お湯は出したまま浸かることになります。またブラインドを開けますと、眼下には袖ヶ浜、天気が良ければ水平線に七島を展望することもできます。玄関から向かって左側が居間、そして寝室になっております。いずれのお部屋も大きな窓がございますので、海を眺めながらくつろぐことができるようになっております。そして隣は寝室になるんですが、白いソファ、これはですね、マッサージチェアになってございました。そして、ソファーと、セミダブルのベッドが2組。そして壁紙には何やらお花の模様が描かれておりました。で、こちらはクローゼットでございます。浴衣がですね、男女2着ずつ用意されておりまして、この浴衣、なんと内ポケットがついてるんですね。これは非常にありがたい心遣いでございました。では早速この浴衣に着替えまして、館内散策へと出かけたいと思います。はい、ということで4階から1階へ戻ってまいりました。先ほど休憩していた水場所ですね、そこから見たところ、左手にお土産どころがございます。やはり、輪島ということもありまして、輪島塗りのお箸、それからお椀、あと九谷焼の陶器などもね、取り扱っておりました。はい、建物中央はですね、2階部分まで吹き抜けになっておりまして、天井には綺麗なシャンデリアが飾ってございました。そしてメインの温泉ですが、1階には男湯女湯の大浴場、そして2階には貸し切りのお風呂がございます。今映っておりますのは1階の大浴場でございます。でこの大浴場、朝と夜で男女が入れ替わるシステムになっております。でこちらは男の湯、甲の湯でございます。入りますとね、アメニティがございまして、大きな鏡、それから洗面台がございまして、そこにはドライヤーからそれに、給水器、それから赤ちゃん用のベッドとかですね、子供用の椅子やシャンプー、ボディーソープなどがございます。そしてこちらがですね、浴室内でございます。洗い場は9席ございまして、湯船は内側と外側に各1つずつでございます。こちらの露天風呂は山側ということで、非常に、静かなお風呂になっておりました。はい、そしてお風呂上がりにはですね、これとっても嬉しいんですけども、アイスキャンディーの無料サービスがございます。続きましては2階にございます貸切露天風呂、ゆららでございます。はい、中はこんな状態でございます。これね、ジャグジー状態ですね。はい、丸いお風呂とですね、四角いお風呂と2つございます。それからこれね、ちょっとね、僕の足跡ついてますけども、はい、こんな感じですだれがありまして、外の景色はですね、このすだれで遮られる形になってますので、プライバシーの方はですね、保たれているかなという印象を受けます。それから今度お湯の温度ですが、ちょっとね、気持ち思ってたよりかは高めかな。
あでもですね、丸い浴槽もそれから四角い浴槽の方も、温度差はないようですね。では入ってみたいと思います。まあいつものことですけど、おっさんの裸なんてね見たくもないでしょうからね、百万さんとワンジマ君に出演していただきました。いやー大変いいお湯でございました。入浴後は2階食事処花吹雪でのお食事でございます。まずは風呂上がりの一杯でございます。やっぱりねこのビール最高ですね。風呂上がりのビールは最高でございます。でははい乾杯。はい、毎度のことながらぎゅーっと一気に飲み干しました。最高です。食前酒からデザートまで全13品が出てまいります。食前酒そして前菜は能登の珍味、酢の物は本日の酢の物といって、はい、こちらですね、カニが出てまいりましたね。でこちらは咲水湾といいまして、通りと純菜のお吸い物でございました。非常にね通り甘くてね柔らかかったですね。そして、お造りでございますがやっぱりこれでございますね。はい、甘エビでございます。そして甘エビの他に、サザエとタイでございました。タイはですねお頭付きでございました。いやでもねやっぱ甘エビは最高でございます。はい、ダブルグッドサインでございます。鍋物ではですねタイのしゃぶしゃぶとお野菜がメインでございました。しゃぶしゃぶとしてポン酢につけてパクリでございます。ビールによく合いますね。そして来ましたメインでございます、ステーキでございます。こちらは能登牛の一口ステーキでとっても柔らかくてね甘かったですね。でこちらが茶碗蒸しでございます。続きましてはタイのカブト煮でございます。そしてこちらはご飯なんですが、これはですね、釜ご飯でございます。火を通してから30分ほどかけてねゆっくりと炊き上げたご飯でございました。で、最後ちょっと遅れましたけども、こちらがデザートでございます。能登育ちの牛乳のミルクゼリーでございました。最後はお茶をいただいて、はい、ごちそうさまでした。どれも大変美味しゅうございました。10月10日までの毎日の20時30分から20時50分までの間、輪島キリコ会館にて輪島御陣乗太鼓の実演が無料で見学できます。会館までのアクセスは大変お得なタクシークーポンをぜひご活用くださいませ。ふかふかのベッドで休んだので翌朝は朝早くに目が覚めました。そして朝一番風呂でございます。昨日とは変わりまして男湯は服の湯にチェンジしております。こちらもですね、お隣同様のアメニティや設備が充実しております。そして浴室内でございますが、洗い場は隣よりも少し多い11席、湯船は隣と同様内と外に各々一つずつでございます。はい、こちらは外の露天でございますね。向かって正面が輪島港になっております。非常にですね眺めがいいですね。そして時折港から吹き込む潮風がとても気持ちよかったです。はい、お風呂の後は朝食でございます。いただきます。では気になるメニューですが、野菜サラダ、温泉卵、そしてこちらはですね輪島でしか食べることができない寒天になってございます。でこれがですねイカそうめんなんですけども、よく間違えてねタレをね付け違えちゃうっていう方がいらっしゃるそうでして、ちょっと注意してください。それからやっぱり来ましたね、のどぐろと、それから右側はフグでございました。そしてお味噌汁はですねこの手まりふと、それから岩のりでございます。で、鉄板メニューですね。
湯豆腐というふうに続いてございました。ということで、朝からですねたくさんいただいたんですけどもね、品数の割には重たくなかったので意外と全部入っちゃいましたね。最後はフルーツをいただきました。メロンとオレンジでございます。で、お茶をピッといただきましてごちそうさまでした。大変美味しゅうございました。チェックアウトの時間が迫ってきたんですが、最後にもう一度だけ展望風呂からのロケーションを楽しみたいと思いまして、浴衣から私服へ着替えるその間に展望風呂に入ってしまいました。いやー、オーシャンスイートから眺めるこの景色、何度見ても最高ですね。そしてチェックアウトなんですが、朝食の時にいただいた無料コーヒー券、これを使わせていただきまして、出発前のくつろぎのひとときでございました。この後輪島市内の観光名所を一通り巡っていくんですが、それはまた別の動画でご紹介したいと思います。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。